マインクラフトダンジョンズ大荒れた怒りの理想エンチャントは、大荒れた怒りは怒りのユニーク装備になりまして、ユニークスキルは毒を与える。この毒ダメージが超凶悪なスキルとなってます。必須エンチャントがありまして、リフレッシュと虚無、この2つは絶対に入れるようにしてください。そして残り2枠ですけども、攻撃を2つ、もしくは攻撃と補助を1つずつがいいと思います。まず補助エンチャントですけども、吸血もしくはガードストライクがいいと思います。そして攻撃エンチャントですけども、大ダメージを与えるエンチャントとの相性がいいです。なのでダイナモ、痛みサイクル、アーティファクトシナジー、この3つをおすすめします。大荒れた怒りは攻撃範囲は広いんですけども、攻撃速度がものすごく遅い、最初使うとちょっと微妙な感じはすると思うんですけども、この毒ダメージが虚無と合わさってとんでもない火力を出します。ぜひ使ってみてください。気に入ると思いますよ。今日は大荒れた怒りでした。